げるのかな、女性的な大きくなってしまいまして、今までみたいにちょっと活動がねできないかもしれないんです。ぼっくりん様、わ、すごい丁寧。ぼっくりん様で、
について、まず誕生日おめでとうリン。ありがとうリン。これからも高砂市のために頑張ってリン。頑張るリン。テッピーさん。え、テッピーさん。誰テッピーさん。テッピーさん気になる。ちょっとみんなちょっとね、シークレットネームみたいな感じになってます。どうやどうした。シャイやな。6歳の誕生日おめでとう。ありがとう。これからも高砂市の観光大使として活躍してね。活躍する。八百屋さんだ。あれ気になる気になる。はい、続いておめでとう。ありがとう。これからもボクスリーの笑顔で高砂を元気にしてね。する。高砂市猫に小判。猫に小判。うまいこと言ってもだな。猫に小判。猫に小判さん。猫に小判さん。誰え、気に小判どうして。気に小判。続いて、はい、お誕生日おめでとう。ありがとう。高砂市ハッピーバースデーボックリン。はい、ありがとう。ナッシーみたいに飛べなくてもいいんだよ。出ます。
どなたでしょう。チラ。チラ。ボックリと人生に書いてある。おめでとう。ありがとう。頑張った。ありがとう。バイ理事長。理事長。理事長。中迫仏壇協会理事長からいただきました。ありがとうございます。今日の馬の元で元気に引っ越し育てるボックリ、私たち
ただもう一回。そう。ボックリン。はい。お誕生日おめでとう。ありがとう。今日はここをお祝いしに行きたかったけど、やがまし。大事なとこから足りとる。ほんまは、直接お祝いしに行きたかったけど、研修が入って、研修行けへん。もう、何の研修なんやろ。誰やろ。ボックリンが、面接頑張ってって応援してくれたから、受かったよと。もしかして。はい。ようこちゃんから。ようこちゃん。いただきました。研修な。研修やね。でも、ボックリンのおかげで、いやー、ヨコちゃん実力やって、それは。ボクリンが声を起こすんだね。おお、仕事果たした。仕事果たした、よかった。よかった。おめでとう。ありがとう、ヨコちゃん。ありがとうございます。そしたら皆さん、ちょっとボクリンメッセージだけでは、実はプレゼントも届いておりまして、じゃーん、じゃーん、
でもなんか、おめでとうしましょう。はい、誕生日。
第2部行こうかと思っております。できます。お時間ある方ぜひご一緒にどうぞ。お前や全力やからな。はい、何やろ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